Product not yet rated. ゼアノートとの決戦の日は近い。我々は七つの純粋な光の心を守る七人の光の守護者を揃えねばならない。そのためには14年前の悲劇に消えた3人のキーブレード使いベントゥス、テラ、アクアをこの世界に呼び戻すことが必要不可欠だ。アクアとは闇の世界であったんだ。ロストページ、予知所から欠落した一片があるようだ。欠落のない完全な予知所を誰かが持っていて、それを持っている者が裏切り者だと。闇の動きがあることは確かだろう。だが、俺たちの中に裏切り者がいるとは思えない。この中の誰かが裏切り者って決まったわけじゃないよね。欠落した一辺、そこには裏切りの余地が記されていた。誰が裏切り者であっても対処は冷徹にな。最後は自分だけを信じろ。ここは何度も訪れた。最初の旅、記憶の中の旅、そして夢の中の旅。いつか君たちの力に加わりたいな。ああ、待ってる。トラン！アンセム！俺の心の一部となり、光るとなれ！君に伝えたいことがあったんだ。すべて終わったら伝えようと思って。ソラ、目を覚ませ。って、お前がソラを悪夢に閉じ込めているのか。俺を通して、みんなの心が力になればいい。つながる心が、俺の力だ。空の夢の中で七つの鍵穴を解放してきた。その力を使えば空の心を目覚めさせる可能性がある。